地球の皆さん、見えてますか？宇宙飛行士の中村亮太です。私は今宇宙にいます。あー、マグカップが浮かんじゃう。あー、私も浮かんじゃう。はい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 。ね、このように宇宙には重力がないので、ここにあるほとんどのものはこうしっかりと固定されています。あ、ちなみに今飲んでるのはウイスキーの水割りです。宇宙で一人酒してます。もちろん酔っ払ってね、外に出ちゃったりするとそのまま死んでしまいますので、たしなむ程度ですが、一日の終わりにいただいております。あ、そうだ、せっかくなので宇宙船の内部を少しご案内しますね。画面が揺れます、ご注意ください。よいしょ。はい、私が暮らす宇宙船の内部、このような感じになっております。ね、きっと今皆さんはこう思われてることでしょう。いや、冷蔵庫じゃんと。違うんです。これはそういう内装なんですね。 NASA の最新技術を駆使して私の自宅の冷蔵庫を完全に再現していただきました。なんせ宇宙での任務はかなりの長期にわたるものなので、その間ホームシックにならないように NASA の粋な計らいでこのような内装になっています。まあ冷蔵庫でいいのかっていうようなことは言われましたけどね。はい。で、こちらちょっと小さいんですが、こちらが食料庫になります。一見すると生卵に見えますが、こちらからですね、実は、カツ丼、親子丼、カレーライス、麻婆丼などなど、いろんな食材が入っております。ドラえもんのあれですね。ドラえもんのあれです。で、この下、冷蔵庫でいうと冷凍庫にあたる部分、こちらをぐーっと引き出しますと、ここが私がいつも寝てるベッドになります。私はいつもこの下で眠ってます。だから冷凍庫ですよね。冷凍庫です。はい、それではいよいよ皆様に宇宙をご覧になっていただこうと思います。丸窓を覗けばそこは一面の大宇宙。いやー、吸い込まれそうですね。黒々としてノリの佃煮みたいでしたね。宇宙でした。さて、私がなぜたった一人で宇宙にいるのか、それはまさしく我らが地球を守るためであります。ニュースなどで事の重大さをご覧になった方もいらっしゃると思います。先日、私は NASA の本部で NASA の上司に肩を叩かれ、このように告げられました。君、ちょっと大変なことになった。これ私です。一体何が？今週の火曜日、そう遠くない宇宙から攻撃的な電波を受信した。解析チームに解析してもらったところ、地球侵略を予告する脅迫状だということが分かった。なんと電波の強さと方角からして火星人によるものと見て間違いない。君は火星に赴き、なんとか平和的な解決を促すのだ。彼らがやってくる前に。ラジャーということで、私は一人火星に向かうことになったのです。予定では火星まではあと数週間。火星に着いたら母譲りの人懐っこさを使って必ずや彼らの信頼を勝ち取り、宇宙の平和を守ります。それまではね、ウイスキーを少々。なんだ、もう酔いが回ってきたのか。あ、違う、宇
宙船が何かにぶつかったんだ。うわ、きっと小惑星か何かにぶつかったに違いない。大人の惑星になりきれぬ小学生みたいな小惑星だ。収まったみたいです。焦った。そうだ、どこかから空気が漏れてないか確認しないと。大丈夫だったようだ。しかし速度を示す計器の針がピクリともしてない。これ悪夢だ。緊急事態だ。 NASA の本部に連絡しないと。はい、こちら NASA 本部。あ、つながった。食料に関するお問い合わせの場合は1を。今水のトラブルに関するお問い合わせの場合は。早く。どうしたの？ね、大丈夫？え？あ、聞こえてるんですか？もしかしてあなた、自動ガイダンスじゃなくて実際にそこにいらっしゃるんですか？ええ、います。だったら早く返事してくださいよ。時間を稼いでいたのです。宇宙船の故障でしょ。はい、うまく時間を稼いだおかげで的確な指示を与えることができます。それは一体。そこで待機してください。もしもし、もしもし、そこで通信は途絶え。私は宇宙の果てしない孤独の中をひたすらにさまよった。空間は金持ちジジイの入れ歯のようにピクリとも動かない。ただ時間だけが過ぎていった。ついに電気も消えた。残っているのはこの懐中電灯一つだけ。これもいつまで持つのやら。いやー、 NASA、 いやー、宇宙、いや火星人。いねえよ火星人なんて。攻撃的な電波は？どうせ宇宙嵐のいたずらな空っ風に決まってら。俺は最初から分かってたんだ。最初から分かっていながら上司に声をかけてもらったのが嬉しかったんだよ。人は何のために文明を推し進めたんだろう。何のために生きるスピードを上げたんだろう。全てが冗談みたいに思えてきた。ああ、もしかしたら火星人のやつら俺をここにおびき寄せて俺の心を盗むつもりなのかもしれない。もしかしたらこれまでの文明は俺だけが、たった俺一人がこんな寂しい気持ちになるためだけに、俺の心のためだけにあったのかもしれない。火星人はバナナの皮を剥ぐみたいに俺の皮を剥いで、俺の心だけを取り出して発酵させて酒にして飲むつもりなのかもしれない。どこだ、火曜日の火星人ども、燃えるゴミの日だぞ、出てこい。
あ、右手くん。俺が右手くんだ。なあなあ、左手くん。なんだい右手くん。君は、元来悲観主義者のはずだ。そうとも、僕は悲観主義者だ。僕が聞き手でなくてよかったよ。もし僕が聞き手だったなら、字を書くにも絵を描くにも、子猫を撫でるにも、すべてが悲観的になっていただろうからね。そのことなんだが、どうかご賞だ。聞き手を変わってはくれまいか。え？それダメだよ。聞き手は喜劇的な右手くんでなくちゃ。喜劇なんて本当はないのさ。悲劇を演じるのが下手なやつをそう呼ぶだけ。悲劇がカニなら喜劇はカニカマさ。分かった、そこまで言うなら今日だけは僕が聞き手になろう。喜劇に乾杯。みんな元気か。元気なわけないよな。元気だよ。何？元気元気から元気。そら元気と言ってもいいぜ。そら元気。どんなに心が悲しくても、青空が晴れた日みたいに明るい日だってある。そんなそら元気。みんな異端者だ、捕まえろ。いたぞこいつだ。捕まえました。よくやった俺たち。ちょっと待ってくれ、俺を殺さないでくれ。ずっと考えてたんだ、この世にはナサよりもずっと大事なナサがある。見えなさ、聞こえなさ、喋れなさ、眠れなさ、やるせなさ、すべてのなさは新しい明日への果たし状。何かが生まれる夜明け前、なさ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 、不甲斐なさ、ラサ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 、生きづらさ。そんなこんなの真っ暗真っ暗の真っ暗投げ。いつだって宇宙は夜だ。ロケットは夜に恋した花火に似たり、絶望の原稿用紙に向かうペン先に似たり、君たち、いや俺たち、今こそ孤独の踏ん張り時だ。このできなさと NASA の宇宙船に乗り、よるべない夜を共に寄り過ごろう。この曲大丈夫なのか。著作権フリーの曲だ。安心して踊りなさい。
あ、夢か。